フィート重量ポンドは、ヤードポンド法における仕事の単位である。記号は、フィート LBF。ヤードポンド法を採用していない国ではあまり、使用されない。日本では、銃弾の運動エネルギーを表すとき、エンジンの性能を示すときなどに、ごく稀だが使われることがある。通常は、単に、フィートポンドと呼ばれるが、この名称は、トルクの単位である。 ポンドフィートの意味でも使用される。1フィート LBF は、質量1ポンドの物体が1グラム下で受ける力と、距離1フィートの積で定義される。より厳密に言えば、1重量ポンドの力と、それと同じ方向である距離1フィートの内積である。1重量ポンドの力が力の方向に物体を1フィート、動かす時の仕事とも言い換えられる。SI 単位に換算すると、 0.3048メートルフィート0.45359237キログラムポンド秒速9.80665メートル S イコール1 3 5 5 8 1 7 9 4 8 3 3 1 4 0 0 4ルである。英国ではこの17桁の数値が公式の換算値である。レレベントインペリアルユニッツ、コレスポンディングメトリックユニッツメトリック イクイバレンツザユニッツオブメジャーメントレギュレーションズ1995フットパウンドホースの欄。ありがとうございます。